さあ、大宴会2019、続いては第7試合ですね。バラ戦葉っぱ8人タッグデスマッチ、西軍の方がですね、星野照正、伊福部万事丸、桑畑幸太郎、そしてジャッカル浅沼、この4名となっております。対する東軍の方が大空大地、デリンジャー水野、浜田拓人、そしてトゥモロー、この4人となっております。さあ、このバラ戦葉っぱ8人タッグデスマッチ、生き残るのは誰になるでしょうか。参りましょう。さあ、まず最初に入場してきましたのが、西軍底の、底なし沼の番手、ジャッカル浅沼選手です。このね、デスマッチのリングにも裸一貫で入ってくる男らしさ、たまらないですね。似合いますよね、このデスマッチも似合いますね。コーナー技が使えなくなるっていうリスクもあるんですが、そんなこともお構いなしです。ジャッカル浅沼リングイン。さあ、そして来ましたね、前回の大宴会2018でバトルロイヤル、まさかまさかの49秒でリングアウトというある意味伝説を残しました。奇跡の農夫、桑畑幸太郎選手です。2019年は頑張って、最高タッグで優勝という結果を、一気にこうガッと上がりましたね。ですね。今年は真の意味での伝説を作ってくれるでしょうか。さあ、そして代わって入ってきました、伊福部一座からリングに咲くイブシリン、伊福部万事丸選手、御年64歳でございます。足気をつけて、折れないように、気をつけて気をつけて、あ、大丈夫、あ、大丈夫大丈夫。あ、いろんな意味で我々の目を引く存在でございます。暇の方が大きい、本当です。万事丸選手です。さあ、そして最後入ってきました、京都歌舞伎から狂言師、今回参加している団体の中でも唯一のデスマッチ団体からですね、デスマッチ志願者、星野照正選手です。さあ、唯一で、そうですね、はい、唯一のデスマッチ団体ということで、このデスマッチの試合負けるわけにはいかないでしょう。いや、プレッシャー逆にありますよね。はい、ですね。さあ、変わって入ってきました東軍、まず入ってきたのがプロレスリング EZO、映像ですかね、ニックネームもゴーマントゥモロー選手です。ゴーマン、はい、そのファイトスタイルは、そのファイトスタイルはですね、YouTube で20回ぐらい見まくった国宝ベースの派手な技が基本となっております。あんまり見てない通信教育か。でも必殺技は意外と地味な鬼殺し、長田ロックスリーです。さあ、そして代わって入ってまいりました BAD 暴風ファイター浜田拓人選手です。こちらの必殺技レールガン、スライディング D ですね。もうね、はい、この動画を見てる皆様にもお馴染みになってるかと思います。このデスマッチのリングでも、レールガンっていうね、名前でもう覚えちゃってますもんね。そうですね、このデスマッチのリングでも炸裂させたいところです。さあ、そして続いて入ってきましたダーティークラフトマン、デリンジャー水野選手です。こちらの選手もね、本来、得意技、必殺技がダイビング戦闘なんですが、まあ、デスマッチのリングは使えないということで、不利を承知で上がってきました。ジャッカル浅沼との戦い、ちょっと気になりますね。そうですね、ちょっと渋い戦い見たいですね。見たいですね、期待したいところです。さあ、そして最後入ってきました東軍、マッドハッター所属ブルーハーツ大空大地選手です。必殺技のハートブレイカーを武器に各団体で暴れ回りました。今年最後の戦いはこの大宴会2019、初めてのデスマッチのリンクとなります。さあ、始まりました第7試合バラテンハット8人タッグデスマッチ、先ほどのね、入場のシーンとは打って変わってデスマッチ仕様のリンクが設定されております。いや、仕事も早いですね。早いですね。いや、下さん、この大宴会のね、スタッフというのはこれだけやはり有能なんですね。いや、本当にね、もう準備段階から素晴らしい、さらさらっと大宴会って書いて帰ってきましたよね。彼らリングの方もね、その普段のキャンバスやマットが剥がされて板の間で戦ってるという非常に精算な、で10秒ぐらいでしょうね。ですね、早かったですね。 あいにくね、ちょっとカメラが切り替わってたんでね、その現場をちょっと皆様にお届けすることができなかったですけど、おっと、ここでデスマッチ志願者星野照正、まず被弾。いいですよ、いいですよ。ある意味ではやはりこのデスマッチ志願者の本領発揮といったところですかね。そうですね、むしろね、闘志が湧くんじゃないか ね。なるほど。あれ、大丈夫ですか、なんかマンジマルが今マウント取ったように見えたんですよ。お、行きましたね、マンジマル今マウントポジションからのアームバーですよ。すごいですね、すごいですね。やはりね、このデスマッチのリングにあのカリンコリンな体はちょっと我々目を引かれてしまいますね。
あ投げれた。この板の、はい、板の間にブレンバスターを受けてしまいましたね。やっぱなんかね、マンジマル選手見ちゃいますね。見ちゃいますね。おそのマンジマルとクワタコートここでトゥモロー選手にダブルのブレンバスター。トゥモロー選手かっこいいからちょっと頑張ってほしい。トゥモロー選手ね、このコスチュームの おっとここでまた。押し上げるマッサが あーっと今度はマンジマル嫌い。マンジマル流血。あーっとそのマンジマルが大空大地を被弾させましたね。さあこの試合、あっとまたまたしてもマンジマル大丈夫でしょうか。おっと怒りの必殺マンジ固めですがすぐにカット。どう考えてもこの試合形式にファイトスタイルが合ってない気がするんですが大丈夫でしょうかね。なんでここに出てきたんだって。さあそしてデリンジャー水野がハンマーを持って暴れ回っております。さすが危険な男デリンジャー水野。さあフィッシャーマンズスープレックスで捉えてたのは今ジャッカル浅沼ですね。さあそのジャッカル浅沼をバストで一撃していた。さらにマンジマルの後頭部を浜田拓人がひどい。広すぎるぞ暴風ファイター1回打ってからもう1回目は全然迷いがなかったですね。老人の後頭部をバットで振り抜くってどういうことですか。しかも2回ですよ、2回。いやー、マンジマル、でも自分は崩さないですね、全然ね。あっと、ここで星野テルマさん、またしても悲観。しかし星野テルマさん、流血はしないですね。さすがデスマッチしてるということでしょうか。さあ、ここまでちょっとね、この奇跡の男、桑畑幸太郎もまだ鳴りを潜めてますから。そうです、こっからですよ、奇跡ね。こっから奇跡が欲しいところですが。あとあれが見たいですね、はい、自分自ら有刺鉄線に走って決めるレールガン。うわー、浜田選手ね、はい、いやー、復帰戦の時の長州力みたいですね。見てみたいです。おー、危ない。あーっと、ここでデリンジャー水野も被弾。デリンジャーが。さあ、このノーキャンバスのマットが血で止まってきております。10分経過しました。さあ、下さん、といえば、このリング外に爆弾が設置されているということで、はい、次元爆弾ですね、うん、はいはい。このリング外の爆弾が、ね、爆発したらリング上の全選手が巻き込まれて大変なことになってしまいますが、去年があの、ね、15分で爆発させて全選手がノックアウトで下さんが高笑いという一幕がありましたが、はい、あの大空大地選手が試合前にその様子を見て非常にお怒りでございました、何このタコゴラ。あらなんか滑った感じになっちゃった大丈夫です。先ほど長州力の話題が出てきたばかりだから大丈夫です。そうですね、乗っかったっていう。まあね、大空選手が僕は追ってくれたんで今年も15分で爆破します。あら、ということは、はい、場外の次元爆弾爆破まで時間ないですよ。あと3分です。あと2分、あと2分で爆破。いやー、ちょっとこれまでにね、決着をつけたいですね。あーっと、ここで大空大地が被弾。急いで。さあ、浜田拓人が板を振り回しますが全く当たりません。ちょっと流血で視界が悪いですかね。さあ、ここで桑畑幸太郎がアルゼンチン。ここで浜田拓人がラストオブザドラゴンですよ。さあ、そしてすぐにカット。さあ、そしてトゥモローは得意のショートヤッパー。さらに、あーっと、みんな大当たってた。必殺の鬼殺しをマンジマルを捉えたんです。あっと、ブザーが。あー、なった。やばい。急いで。ここで爆発。2年連続の悪夢。これは家だ。獅子類類です。夢のスマホ家だ。いやみんな懲りようぜ。ひどい。みんな懲りようぜ。毎年こうなんだ。これはある意味大空大地選手がミスター下を煽ってしまったせいなんでしょうかね。そうですね、僕大空大地選手が言ってなかったら30分にしようかなと思ってたんですけど、あー、それがあのコメントがあったばっかりカチンときちゃったな。なるほど、それでじゃあ全員が巻き添えを食らってしまったと。そうですね、ひどい話ですね。いや、そうですね。でもあの倒れてる絵は去年より綺麗でした。綺麗でしたね。獅子類類でしたね。積み重なってる感じが。そう。あのそんな獅子類類のね、あの最後のダウンシーンの中、あのセンターを伊福部万次丸選手が飾ってたのが私としては絶望でした。関ヶ原の落ち武者じゃないですか。そうですね。今回あの関ヶ原がテーマなんで良かったんじゃないですか。いや、
まあ、この試合に参戦していただいた8選手、8王などの皆様、懲りずに来年の参戦もお待ちしております。ぜひぜひお待ちしております。さあ、というわけでこの大会初の引き分けとなってしまいましたね、この試合、ね、はい、というわけで、3勝3敗1引き分けのまま続いては第8試合の方に向かいます。さあ、第8試合勝利を掴んでこの、ね、対戦成績有利に進めるのはどちらになるでしょうか。